やってないんだ。 K-POP も教えてますよ。あ、そう、うん、あれがなんか流行ってると思う、ね、子供にすごい人気あるんですよ。あ、そうなんだ、うん、じゃあマイクあげます。はい、はい、OK、 え、 OK。 はい、タイミングがどうぞアーキーこと山川明作詞作曲のオープニングテーマ曲おじいの嘆きとともにシニアドリームライフの時間です。この番組はまだまだ夢に向かって頑張っているシニアのこれからの夢やこれまでの体験経験を語り、地域の若者ジュニア世代にやる気と希望を抱かせるトークと音楽のひとときです。今週もここ宜野湾ヒルズ通り FM 宜野湾スタジオから放送しています。私はこの番組のパーソナリティを務めますヨッシー新井こと新井義雄と申します。今週も小1時間お付き合いのほどよろしくお願いします。それではいつもの通り今週の出演者から紹介しましょう。今週は第2週の月曜日で、通例であれば、レギュラー第2週のレギュラーは万丈愛ちゃんですけども、今月も都合できてないと、うん、来れないということなんで、まあ今日はゲストをお二人ね、素晴らしいゲストをお招きしてますので紹介しましょう。はい、まずはゲスト、はい、女性のゲストで、はい、なんとか、アズマエレニです。ピラダンスの、ね、これが出なかったんですよ、はい、ピラダンスの先生のアズマエレニさん、はい、はい、アズマエレニです。よろしくお願いします。どうもよろしくお願いします。はい、はい、ということでね、エレニさん先月に続いて自己紹介をよろしくお願いします。はい、はい、ピラダンスを考案しました。ピラティスやダンスを教えてますアズマエレニです。よろしくお願いします。はい、ということでね、会社の方は株式会社エメリアというね、はい、会社でやってます。これエメリアってどういう意味ですか。造語なんですけど、うん、マージュと、プルメリアを組み合わせて、美しい女性が現れるみたいなイメージです。あ、そういうイメージの造語、造語です。エメリア、はい、はい、これはエレニさんが考案した。はい、はい、そうです、そうです、うん、ということですね、うん、はい、ありがとうございます。読谷村からね来てもらって、沖縄移住5年か、はい、そうですね、そう言ってましたよね、はい、はい、ということでね、宣言続いて来てもらってます。ありがとうございます。ありがとうございます、ね、お願いします、はい、先月はちょっと話す時間が短かったんでね、はい、今月は十分あるようです。あ、クエスチョンマークね、はい、ということで楽しみにしてます。やってみないと分からんだよ、はいはい、それでもう一人ですけども、はい、もう一人も先月からね、登場していただいてます。この番組のスポンサーの動物病院ペットクリニックエイルの、ね、院長であります、はい、自己紹介をお願いします。はい、明けましておめでとうございますが、終わった休勝が、はいはい、休勝の、休勝だね、休勝終わっちゃったんだよ、終わりましたけどね、はい、一昨日休勝の、まだまだ休勝月のシーズンでね、そうですよね、はいはい、だからこのシーズンはもう中国ではね、もう本当にもう、ね、すごい人で、ね、はい、なんですよね、そうです、はい、もう大変ですよね、はい、はい、まあ挨拶からやりましたが、はい、動物病院を獣医師としてやってます、池原と言います。よろしくお願いします、はい、池原和秀さんですよね。反対、秀和また間違えた、秀和、秀和です、秀和さんね、すいません、そっち間違えた、なんか和秀の方がなんかポッと入りやすいけど、秀和どっちがお楽しいかな。え、秀和が多くないですか。あ、そうですか、うん、和秀、秀和、そうだね、まあまあまあ、ね、まあ、どこにでも入ってくる、秀ちゃんってことですね。はい、相変わらずね、私が間違えましてね。ね、エレニさんもね。やっと覚えてくれました。そう、先月はレイニーさんって言ったしね。はい。はい、よく間違えます。だいたい人の前間違えるし、人の名前覚えないのが趣味なんで。ということでね。池田さん。はい、はい、今月もよろしくお願いしたいんですけども、はい。はい、池田さんの動物病院、ね、うん、ペットクリニック、はい、エールですね。エール、はい、ありますよ。エールってのはね、エールを交換するあのエールの意味なんですか。いや、違います。あ、違う。あの、医療の女神っていう意味なんですよ、これ。あ、そういうのあるんですか。はい。はい、まあ、僕がつけたんじゃなくて、うん、ちょっと僕が40ぐらいの時に病気になった時に、うん、これは個人病院ではまずいなということで、会社にしようということで、うん、で、スタッフに募集をかけたら、うん、こういう名前がありますっていうから、うん、で、投票したらみんながそれにした方がいいということになったので、その名前になりました。だから僕がつけた。何語ですか。え、何語、英語です、英語です。
英語で キリストの、 あの聖書に出てくるみたいです。あ、英語で応援の、あ、それは伸ばすエールですよね。あ、そうか、エイルなの、ね、あ、エイル、ね、すいません、エイルはエイルの交換、はい、こちらエール、あ、そちらって違う、反対か反対だと思います。応援のやつはエール、はい、池田さんとかエイル、はい、そうです、ペットクリニックエイルですね、はい、これであの今3つ3カ所やってますよね。3カ所沖縄市合わせと、はい、ライガム、なんかライガムね、それと浦添、浦添磯と、ね、あと重大発表があって、はあ、重大発表、重大発表すると、まあ昨年僕この病院をまあ M&させていただきまして、はあ、今ではウルブスっていうところに今子会社として準じている状態。あ、これはあれですか、その浦添の病院は、いや全部です。あ、全部、はい、全部 M&A で何売っ払ったの、はい、売っ払ったって言い方はちょっと良くないと思うんですけど、まあ、M&A で、ね、そうですね、だから今、はい、院長という肩書きは僕にはなくて、あ、いつからですかこれ、うん、今月、先月、まあまだ正式にはまだ完結はしてないです。あ、そうですか、うん、あ、それでそういう、まあ、お医者さんは続けるんですか。でも一応はあの、まあ、M&A したので、うん、僕は退職しなきゃいけない形ですよね、はいはい、うん、だ退職はしてます。退職してしているけど、その大元のウルブスの執行役員に変わっちゃったから。執行役員で、はい、あの動物病院の医師として、獣医さんとしてはまあやってますよ、続ける、それもやりながら、うん、ただちょっと日数は減りましたけどね、うん、あ、組織としてはその新しい会社でやる、はい、運営すると。そうですね、そのうちのまあ獣医さんとして一応役員として働いてくる、はい、ということをやるわけですね。そうですね、なるほど。その方が、まあ、楽っていう表現おかしいけどいいんですか。っていうかもう60近いんですから、何があるか分かんないじゃないですか。そうですか。それで僕が何かあったらじゃあどうなるのっていう話になっちゃうので、なるほど、はい、もうそこはスタッフのことを考えるとやはり今の段階で何かしないとっていうことが、まあ、将来につなぐためにそういう、あの、まあ、会社組織を運営できる方に託して組織としては、はいはい、あと医者としてがあの従業として頑張ってやっていくと。そうですね、ということなんでね、はいはいはい、いいですね。まあ、あのね、あの池田先生はもうね、あの本当に10年近く前から私のラジオ番組のあの時は FM 南城というところで始めたんだけど、そこのスポンサーもやってもらって、その時は結構ね、あの月に 1回ぐらい来てくれたんでね。そうですね、あの時はまだ時間ありましたね。そうですね、はい、今もっと忙しいんですね、うん、工藤動物病院ですよね。うん、うん、廃盤になる、あれ今もう獣医師会の会長やってますか。そうです、まだ、ね、まだというか一生懸命やってます、ね、獣医師会会長の工藤先生の動物病院が廃盤になるんですけど、このお二人でスポンサーやってもらって、うん、今もスポンサー入ってますよね。工藤動物病院も入ってますけどね、はい、まあ、そういうことで、その時からね、お二人で何とかリタイア、ハッピーリタイア、要するに早くリタイアするという話をしたんですよ。あの時まだ50前半ですから、でもうもうそろそろリタイアしたいなと言って言いながらずっとやったんで、うん、もうハッピーリタイア、リタイアできないんですよね、簡単に。まあね、はい、ということなんですよ。リタイアって海外の方すぐパッて40ぐらいでやりますよね。 あれお金貯まってるんですかね。どうなんでしょう。新井さんはいつリタイアするんですか。私はもうリタイアしましたよ。一回リタイアして、本職リタイアして、はい、あれはもう8年前リタイアして、はい、それでそれからフリーランスっていうか、まあ、自営なんですけども、フリーランス自営業でやりながらいろんな会社の役員、はい、顧問とか役員をね、今 10社ぐらい、まあ、僕の名刺の裏には10社ぐらい書いてあるけど、うん、まあ、10社ぐらいの役員とか顧問をやってまして、まあ、給料はほとんどないんですけどね、あ、役員ってやつとか顧問ってやつとかね、ちょこちょこっとあの払ってくれるところは払ってもらうと、払えないところは別にいらないよってことで、まあ、あとはあのいわゆる年金生活、うん、一番収入が多いのは年金なんで年金生活ですか。いいですね、よろしくお願いしますね。助けてください。こちらでやってますんで、はいはい、そういうことなんですけどね、はい、ということで今日はね、ピーラーダンス、ね、はい、ピーラーダンス合ってますか。はい、合ってます、はい、レーニ先生、エレニです、エレニ先生また間違えてる。
エレニ先生と言っていいんですか。エレニって呼んでください。エレニさん、はい、ね、それと獣医の、ね、秀和さんそうです、なんか下の名前ちょっと変じゃないですか、ね、か普通に池原先生、池原先生ということでね、やってますんでよろしくお願いします。はい、そしてあの一曲だけ先に入れてきま、あ、入れてきましょうか。はい、その前に、あ、そうだ、その前に今月までやんなくちゃいけない。よしやらいのね。夏のですよ。よしやらいの教育的な一論、これやりますんでね。あの二人にあのいろいろ伺いながらやっていきますんでね。2月のね、今月のよしやらいの一論。はい、一論って言ってもこう長いんですよ、2月は。1月はそんな長くなかったんだけどね。2月は長いですよ。はい。はい、何行あるか。ちょっとね、そちらに尋ねながらいきますから。徳が高い人の特徴という題です、はい、うん、徳が高い人はどういう人なのかなと、ね、いうことで、はい、まずはお金を大切にしている、時間を大切にしている、人間関係を大切にしているという、大切にする人、いろんなね、人間関係、お金、時間、そういうものを大切にするという、そういうふうにしている人が徳の高い人ですよと、うん、高い人はそういうね、時間大切にしてますか。エレニさん、はい、エレニです。エレニさん、はい、いや、時間は本当有限なんでというのは、あの、うん、最近やっぱりすごい思いますよね。子供の時とかね、無駄な時間を過ごしてたなって今悔やまれます。はい、まあ、皆さんそうですよ、うん、ね、でも気がついた時にやっぱり大切にしようと、はい、ね、池谷さんどうですか、お金を大切にしてますか。お金大切にしてるつもりですけど消えていきますまあ使わないとね、いけないし、これもね、はい、大切に使う、大切に使い方なんですよ、それね、使いたいですね。無駄金は使わない方がいいよと、はい、ということなんですよね、はい、あとはもちろん人間関係を大切にしよう、はい、大事ですよね、はいはい、人間関係がね、あのエレンさんとはね、最近できたばっかりですけど、そうです、大切にしないかんですよ、はい、ね、池田さん昔が長いんですけど、なんかお二人もなんかどこどこで繋がってるという、ちょっとね、はい、ちょっとね、いや、これはラジオでは言っちゃダメですよ。あ、そうですか。なんか怪しく聞こえるじゃないですか、そんなこと言ったね、人間関係大切にしましょうね、はい、はい、ということです。はい、次に、人の幸せを願っている、人の本質を見ている、誰にでも平等に接する、うん、ということなんですけど、うん、ね、人の幸せを願う、自分のことももちろん幸せになりたいけど、人の幸せを願う、その人、付き合う人の本質を見ている、見て、そして皆さんを平等に接する、うん、これなかなかね、口では言うけど難しいですよね。そうですね、人の本質を見るって、本質はなかなか分かんないしね、分かんないですね、うん、平等に接してるかっていうと、そうでもないところあるんじゃないですかね、反省するところも意外とね、全然平等になんかできないです、はい、全然平等になんかできないですよ、できないね、できないね、うん、だからよ、難しいでしょ、難しいですよ、ね、人の幸せを願ってる、これはでもやっぱり人の幸せを願いたいんじゃない？願いたいですけどね。でこれはね、はい、まあ、ということでね、これができる人やか、できる人が得がある、ね、うん、まあ、難しいことだよね。ねぎやさん、どうですか？いや、できないですよ、簡単には。そうですね、できない、うん、だからそういうことに当たらないように自宅でじっとしてるのが一番なんですそういうことですかね、はい、はい、お次、人の悪口は言わない、うん、人の良いところを見ている、物事の良いところを見ている、うん、物事を多方面から捉えている、うん、極端な思考をしない、うん、ポジティブに考える、うん、というようなことなんですけどね、どうですかこの辺は、ね、悪口は言えない、これもね、分かりますよね、うん、はい、悪口は言えない方がいいですよね。それで人と付き合うには良いところを見て付き合おうと、人それぞれいろんな特徴があるけどね、確かにあの悪いところもあるかもしれない、悪癖とかね、で良いところを見て付き合おうと、まあ、僕はどちらかというとね、人にはほとんどね、どんな人にでも自分より優れた面、自分にない面を持ってるっていうのはいつも感じるんですよ。だから人の付き合いするときはやっぱり良いところを見て付き合うっていう、もう、まあ、心がけてるんですけど、やっぱりどうしてもね、あんまり好かないなとかね、合わないっていう人も いるんですよね、はい、まあ、そうあってはいけないということなんでしょうけど、だからこれ難しいよね、はい、池谷さんどうですか。先ほど言ったのと同等で、どうそういうのに合わないように、合わないように生きていく以下同分だ、以下同分ですよね、いや本当にそういうのありますよ、だって、ね、合わないっていうか体質的っていうか ね、 うね、あるよね、合わないのはあるとは思うんですよ、ね、世の中、はいはい、そうね、だけどどうしても付き合わなきゃいけない場合もありますよ ね、 すよね、はい、しかしそこはもう大人の対応で大人の対応、はい、エレンさんどうですか。
あ、でもそうですね、なんかあの、まあ、男女もそうだと思うんですけど、うん、なんかやっぱり考え方違ったりとかっていうのはあると思うので、うん、なんか宇宙人と思って合わない人がいたらはい、はい、宇宙人と思って接するっていうのは最近、うん、あの身につけた技です。技、技、なるほどね、やっぱ好きにっていう、そういうのできないよね、はい、まあ、それが できたらいいですよね、はい、なので、まあ、物事を多方面から捉えるっていうようなことにも言えるんでしょうね、うん、はい、はい、次はね、ポジティブに考える、良い言葉を使う、良いものを食べていると、ポジティブに考えるいいですよね、プラス思考、はい、これは必要ですよね、うん、なるべくそうしたいですよね。時々やっぱり心配事とかネガティブに考えることありますか、レニーさんは。あ、エレニーです。エレニーさんは私はほとんどないです。あ、もうポジティブ思考。そうですね、思考、うん、なんか嫌なことがあってもこれはなんかあの課されてる試練だというふうに、えらいね、あんまりポジあのネガティブになることないんです、うんうん、なんかやっぱり、ね、あのエレニーさん顔に現れてるじゃん。そうですよ ね、そうですか、うん、いい顔してます。楽しそう。そう、あんまりネガティブにはならないかもしれない。ね、うん、はい。これで、イカラさんもそうじゃない？いや、僕はもう常にマイナスのこと。そうなんですか？本当に？見せないだけで、職業病ですよ。うん、あ、そう。これあったらいけない、あれあったらいけないって、何をこう想定しながらやらないといけないじゃないですか。なので、まあ、それはなんかもう。ネガティブに考えるっていうとまた別違って、まあ、きちっとよね、そういう、あんまりそうなんですの、そういう。愛には考えないという。そうですね、はいはいはい、だから何も投資とかお金のあれができないんですよ。ああ、そうなんですね、うん、株もやらない、ギャンブルもやらない、何もやらないってなるから、お金どこで増やそうと思って、ね、だからリタイアする人はみんな投資ですよ。アメリカのリタイア、そうそうですよね、リタイアとかみんな投資ですよ。投資が僕は怖くてできないんですよ、なくなっちゃうっていう。投資ってなるとね、そう難しいですよ、うん、僕も投資みたいなもの、本格的にそんな大きい投資じゃないけどね、まあやったことあるけど、大体失敗してますよ。あ、そうです。大体もう 100% 失敗してますね。あ、はい、でもしたくないもん。そうですよね。下手、変にね、欲を出すと失敗します。まあまあそうですよね。はい、うん、で、まあ、良い言葉を使ったり、良い食べ物を食べる。これどうですか、良い言葉を使うのはそうかと思うんだけど、はい、ね、あんまり汚い言葉とかね、良くないし、まあできるだけ、まあ、いい言葉、明るい言葉を使いたいですね。はい、良いものを食べる。これどうですか？良いもの食べてますか？良いもの。まあ、良いと思ってるけど。まあ、健康には良いものを食べた方がいいですよね。いや、でもなんか好きなものを食べるのが一番じゃないですか、ね、やっぱり。うん、ね、これちょっと難しいこともね。良いものとは何が良いものなのか。好きなものが良いものかもしれないです。その人にとってね。うん、はい、次。過去に執着していない、未来に執着していない、感情に支配されない、攻撃されても反応しない。いつも笑顔でいる。どうですか？そうだ、攻撃されたら攻撃、やっぱりね、反応しますよね。いや、そんなの無理ですよ。人間じゃないよ。いつも笑顔でいる。これも、だからなかなかね、笑顔でいる方がいいけど、イライラな点もあるよね。そんなね。まあ、だけど、それは外に出れば笑顔でいるしかないんじゃないですか。うん、笑顔の方がいいですよって、これは、まあ、まあまあまあね、笑う角に服着たるってもあるしね、はい、うん。できるだけそういう、笑顔にした方がいいよと、これも分かりますけどね。これ本当、これみんな難しいことですよね。そうですね。過去とか未来に執着しない、執着するしまくりです。しまくり、はい、しまくりなの。未来に執着、私死にたくないんですもんっていつも思ってます。未来に執着してるってことですよね、これは。してい、若いからですよね。そうですか、うん、いやでももう死にたくないんですもん、そればっかり。あ、そうなんですか、うん、いや僕らも、僕は最終を考えてますよ。え、最終考えてます、ね、最終を。あ、そう、はい、もう就活入ってますもん。え、就活早いですよ。人生100年時代ですよ。いやいや、そのそこまでは行きたくないです。もうだからすごい、私はだから執着があるんですよ。100年生きようと思ってますもん。だからもう子供 の遺産も生命保険で もう全部今入れて分けてやります。え、偉いね。偉いですよ、ね、でもそれ持ってるからじゃない。何もしてないよ。いや、持ってるからじゃなくて、あの、毎月払っていけば生命保険だけは遺産相続の税金がかからないので。ああ、はい、相続にしちゃうと税金かかっちゃって取られますもんね、まあ、ある程度以上はね、うんうん、まあ、僕みたいにそんなに持ってなければかかんないけど、うん、まあ、マンションのあのね、負債があるから、はい、負債も死にあげますからってだけどマンションとかは住宅ローンだから、もし万が一のことがあったら、結構保険で全部チャラだからいいじゃないですか。
ですよね。はい、まあどんなことなんですかね。感情に支配されない。これ支配されない方がいいけども、これもなかなか無理ですよ。ね、難しいね。はい、はい、お次。人生に目的や目標がある。継続した努力ができる。継続して学習している。はい、この辺どうですか。まあ、目的や目標ありますか、エリンさん。はい、目標はありますけど、努力がね、ずっと継続していくってなかなか難しいんですよね。これ難しいけど、やっぱりしたわし。やっぱり成功する人とかね、やっぱりあの得のある人ってのはやっぱり努力できるっていうのが、これがなんていうのかな、その人のやる本当の、あの、あれなんですよ、力というかね。でもなんか最近思ってるのは、あのやっぱり ある分野で、そのやってる人たち、みんな旗から見るとすごく努力してるように見えるけど、その人はすごく好きでやってるから、そうそうそう、あんまり努力と感じてなくて、そうそうそう、人が努力してることをやってる、やってのけてる人って結構いらっしゃるじゃないですか。そういうことです。なんか努力できるっていうね、人から見たら努力って見えるけども、本人はただ好きでやってる、楽しくてやってるっていうのがやっぱり一番かなと思いますけどね。だから僕よく言うのは、継続は力なりされど、ね、楽しいことの継続がまさに力なり。そうですよね。嫌なこと、辛いことを継続したら病気になるから、それたまって確かに、ね、力にならんですよ、かえってマイナスだからね。だから楽しいことにやったら、楽しいことだったら継続できる。だからそういうのがやる、継続できる人、これがね、才能があるんですよ。才能がある人ってのは継続できるんですよ。うん、これが才能なんですよ。うん、ね、だからね、あの、ね、あの大谷さんなんかね、いわゆる中学と小さい時から目標が書いてあって、うん、これずっと継続してるんですよ。だからああいう風になるんですよ。あれが才能なんですよ、継続できるのは。普通継続できないんですよ、なかなかね、いいと思って。ということですよ、だから、ね。まあ、ということで、人の話をよく聞く、圧倒的な行動力、自慢しない、はい、この辺どうですか。人の話をよく聞く、これは必要だと思うので聞きますか。ね、いや聞かない。池田さんはなんか、いや、あまり聞いてないです。なんか池田さんも自分のあれがね、あの考え方がですよね、あるようなんで、人の話をよく聞くのもやっぱ必要ですよ。はい、ね、だからいいも悪いも、ね、ありますけどね。まあ両方あり、はい、圧倒的な行動力、やっぱり行動力がないとやっぱりね、なんていうかね、得を積むのはやっぱり行動力、さっきの物事に継続するというのも行動力ですからね、はい、そして自慢をしない、見返りを求めない、物を大切にしている、そして最後に断ることができる、断ることができる、うん、これ難しいんです。結構僕も断ることができないためにね、いくら損したか。断る、うん、ああそうですか。後で後悔するんだよね。ノーと言えないと、ノーと言えないってこと。ああ。基本的に僕はあの人に頼まれたらイエスというのが基本なんですよ。うん、だから今僕の名刺裏見たらね、柔軟者の、ね、役員とか組むんですよ。別に頼まれて嫌と言わないんで、あ、まあ、別にいいよと、うん、ただあの別にあの、ね、報酬とか給料なくてもいいよということで、役に立てばいいよということでイエスというわけですよ。まあ、断ることができる方がもっといいのかなと思うこともあるんですけどね、はい、だからそういうね、まあ、まあ金銭的な問題とか何かにやってくれっていう時に断ることができた方がいいっていう時もあるかもしれない、うん、きちっとね、それはダメですよ。はい、それは保証人になるには、はい、もう断る覚悟がないと。そうですね、覚悟がないよね、覚悟がいります、ということなんですね、はい、というのが今月のね、ちょっと長かったらしい得が高い人の特徴、うん、なかなか得が高くないね、僕らは。どうですか。いや、まだまだ、まだまだ、はい、精進します。池田さんですか。本当にもう気がだんだん短くなってくる。あ、っていうか昔は若い時は一日って長く感じませんでした、うん、そうですよ、ね、最近短いですよ、ね、確かに。いや、これ本当に、これはもう年を取るとともに時間が短い、早いですよ。そうなんですよ、あっという間ですよ。これ本当に感じますよ、もうとっても感じる。もうあれ、この間あれやったの、もう1年かなと思ったね。そうですよね、本当本当に。まだあのエレンさんの場合まだまだまだ長いですよ。僕らはそのうちの半分ぐらいしか時間ない。そんなことないで、あっという間すぎじゃない。あっという間ですよ。そうです、そうです。じゃあちょっとということで、はい、1曲言いますか。はい、はい、なんて素敵な日なんだろうで、じゃあ1曲いきましょうね。愛ちゃんの1曲、何でしたっけ。なんて素敵な日なんだろう、なんて素敵な日なんだろう、今日は素敵な日かなって。はい、よろしく。
え、もう20分、25分ぐらい喋ってる。ちょっと CM は後で入れるので、ちょっと時間ないのでちょっとそのまま行きますね。声取りだけ。うん、で、あと何分なの？あと30、ですね、30分は喋れないから、あと15分ですね。それしかない？はい。あの CM とか抜いて。本当？15分です。15分しかない。はい。結構今のが長かったんじゃない？本当ね。CM がまだ入ってないので。もっとあるでしょ。ここが6時までしか使えないんですよ。なので20分ギリギリ喋って。あ、ギリギリ喋って今6時までにする？6時から入れ替えなのでちょっと2分ぐらい前に終わりましょうね。58分ぐらいまで。それでなんとかなる。はい、じゃあいきます。はい、どうぞ。じゃあでも CM まで1回入るんでしょ？うんうん、 CM は入ります。 6時から入る。はい、うん、後で入れるんで。CM は、はい、しゃべりだけ撮ります。 OKOK。 はい、どうぞ。はい、ということでね、愛ちゃんのなんて素敵な日なんだろうってね、聞いてもらいましたけど、はい、はい、後半ね、そんなにもう時間がないようですけどそうね、あのおしゃべりしてるのに時間を経つということなんですけども、ピラダンス、はい、このピラダンスのちょっと説明をね、先月もしてもらいましたけど、今月もちょっとやってるのかな。はい、はい、ピラティスっていうヨガに似たエクササイズ、はい、今あのヨガの次に流行ってきてて、皆さんご存知ですかね。結構東京とか、あと韓国とか中国では結構人気なんですけど、このピラティスとダンスでやるアイソレーションって言って、こう、うん、体の分離運動って言うんですけど、首だけとか胸だけとか肩だけとか別々に動かすトレーニングがあるんですけど、はい、うん、それをこうミックスして、うん、この脳と体をこ うまくつないでいくっていう、うん、のを作ったんです。要は足の指でグーチョキパーできるかっていうと、できる人とできない人がいるじゃないですか。で、足の指、はい、できんよ。でもできるんですよ普通は。またいやいや、できますよ。どうやってるの？今見せます。見せます。グーチョキパー、グーチョキパー。でこれがね、うん、赤ちゃんの時って足の指って全部離れてるんですよ、うん、それがだんだんこうね、ギューッとこうくっついてきて動かなくなったりとかっていうのが、これが年の問題じゃなかったりするんですよ。若い人でもできない人いるんですよ。あ、そう。でこれってじゃあ筋肉かっていうと、筋肉の多い人ができやすくて、うん、筋肉少ない人ができにくいってわけじゃないですじゃないですか。そうですね。でそういうのが体のいろんな箇所であるわけですよ。例えば肩だけ動かしましょうって言ったら、肩だけ動かすことができないとか、うん、だから肩こりになるとか、はい、首だけこうちょっと後ろにって言っても、首が前にずっと出てるから首こりがするとか、まあ、なんかそういう体のいろいろな現象をこう、まあ、分かりやすく私が振り付けみたいにしたりとかして、ちょっと楽しくやってみたり、まあ、リハビリみたいな感じでやってみたり、子ども向けに姿勢のトレーニングとしてピラダンス、あのこの近くだと東雲子ども園っていうところでピラダンス、キッズピラダンスのレッスンとかやってるんですけど、保育園ですか？子ども園。そうそうそう、子ども園の中で。保育園とは違うの？保育園みたいな感じ、うん、そこでやってもらってる。いろんな世代の方に向けてプログラムを作ってます。あ、そこに教えに来るわけ？私は教えたり、これ私はね、インストラクターの育成とかをやってるんですよ。まあ、インストラクターをそこで育てて、教えてそこでやるんだ。はい、子供たちにも教えてる。子供とか大人とか。あ、大人も。ご年配の方にも。うん、要するにあの保育園っていうか、昼の時間が終わった後に夜やるとかってやってるんですか？あ、夜も、はい。休みの日とか。あ、私ですか？うん。あ、私。そういう子供園でやる場合ですか？あ、子供園でやるときはそうです。夕方とか、はい。はい。ピラダンスね、はいはい。ピラダンスよろしくお願いします。ピラダンス池田さんどうですか？やってくれ。僕もやりたいとは思いますけど、この体でどう曲がりますかね？あのね、硬さの問題じゃないんですよね。要はその脳とこう筋肉、結局筋肉を鍛えるためには脳が指令を出すので、はい、そこをちょっとうまくつないでいくっていう、結局動かさないところを動かすことで、これボケ防止にもいいんですよ。結局その動かさないところが増えてくるわけじゃないですか、うん、はい、だから動かなくなってくるので、その動かさないところを動かしていくっていうのを、ただ自分がなんとなく動いてると自分の得意な動きしかしないんですよね。自分でトレーニングするという、うん、
それをちょっと複雑な動きにしたりとか、まあ、レベルをこう変えていくことで脳にアプローチかけるっていうような感じです。言うと難しくなるんですけど。男性もいるんですか？男性も今はね男性いないけど、あの男性もやってますよ全然。私のクラスは男性いないけど、今はいないけど他の、うん、はいはい、クラスでは男性やってます。いや他のクラスというところ、プラダンス、あ、ピラダンスっていうのは、うん、だからエレナさんが考案したんでしょ？私が考案して、考案して結構 YouTube とかで、私の教え子の大熊里奈さんっていう有名な YouTuber の方が、うん、このピラダンスで YouTube やってくれて、結構ピラダンスってあの入れてみてください。ピラダンスって入れると、うん、ダンスという代わりに、うん、言うにはやはりリズム感がないとダメ。あ、そのプログラムもあるんですけど、リズム感がなくてもできるプログラムもあるんです。スロー、あの フロアって言って床であの動くみたいなのもあるし、要はもう本当にこんなグーチョキパーのものもあるし、やっぱり脳に働きかけるっていうのはいいですよね。いや、そうなんですよ、結局そこなんですよ、ね、はい、まあ、人間のね、あのなんていうの、全てを脳がコントロールしてるわけだから、病気になるもならないも体動くも動かないも脳の問題ですからね。だから脳にどんだけ刺激を与えるか、まあ、あの我々これからね地方なんていうのが来る可能性がありますんで、はい、脳をやっぱり働きをやっとかんと刺激を与えてこれ やったらいいもんですね。そうなんです。だからなんかありませんでした、その脳を使いながら筋トレするといいとか、うん、まあ、それに近いです。あ、ご存じないです先生。いや、運動するときは無心だからそれはなんか計算をしながら筋トレするといいとか。あ、そうなんですか。はい、言われてて。筋トレは全然知ってないんですけど、なんか例えば散歩とかでもいいんですけど、はい、歩きながら計算するとか。考えるんじゃないですよ、計算するんですよ。計算するとか あるんですよ。その要は難しいことを考えながらやりながら、はい、考えるだと自由に考えてるだけじゃないですか。そうじゃなくて、例えば100からあの7ずつ引いていくとかっていうのをやりながら筋トレするとかっていうのはいいらしいですよ。だけど僕ら世代でそういう数字の計算ってもうなんかリズム的に覚える方式でやりましたよね。結局掛け算のあれだって音楽に乗せてるリズムとかじゃないですか。で、クモの教え方も結局も形っていうか数字ですもんね。ね、10-3は7ってもうただ単純に7が出てくるわけ、考えて出してるわけじゃないから。だけど考えるっていうのはそれを考えながらやるっていうことでしょ。あ、でもちょっと難しい感じだから、例えばその動きをこのピラダンスで言うと、はい、動きをちょっと複雑にするだけでえって考えるじゃないですか、はい、そういうことです。それをしながら脳に働きかけないと体が動かないから、要するに違った動きやね。そうそうです、うん、自分が普段の動きと違う違うってことです、うん、そうですのは脳に働きかけないとできないってことです、うん、そうです。普段の動きと違う、右利きと左利きのまたあれも違いもあるんですか。あ、そういうのもあると思いますけど、ピラダンスは基本的には左右対称でやります。あの姿勢に、うん、あの関係してくるので、うんうん、ね、うん、ピラダンス、はい、やりたいけど、これどこで行ってやればいいんですか。あ、ピラダンスは沖縄だったら、はい、ライカ、あ、ライカムじゃないライカムは違う、前ライカムでやってた、今は、ハンビータウンで、ハンビー、ハンビーでやってた、ハンビータウン、はい、で私を知ってます。そう、うん、ね、あのハンビータウンのハンビータウンの三重の2階に OK スタジオっていうのがあって、そこでゲスタジオOK スタジオっていう、OK、はい、スタジオ OK っていうところで月水金の11時からやってます。うん、あ、そう。それはエレニさん。エレニが教えてます。エレニが教えてる。はい。月水金。あとプライベートレッスンは読谷の私の自宅兼スタジオで。はい。時間は？時間は11時からです。あ、っていうよりはこのワンセットワンクール。1時間です。あ、1時間でやるんだ。池田さん時間取れんの？難しいと思うけど、11時はね。でもプライベートだったらできるかもしれないですけど。あのインターネットでピラダンスプライベートレッスンやんないの？調べてください。プライベートレッスンやりましょうか。プライベートレッスン、ぜひ。これちょっとまだイメージが分かってないんですけど汗だくになる？汗だくにならない。何も大丈夫？それもだから、どう、何がお好みですか？今いや、体が、うん、右肩が上がらなくなって50肩で、はいはい、今ちょうど上がらない時期なんですよ。ちょうど上がらない時期って面白いですね。肩
五十肩っていうのはそのあの肩関節周辺炎とかっていう言い方が本正式名称なんですが、はいはい、その肩周りの筋肉が硬くなってるだけなんで、いやここ今脱臼してるんですよ。脱臼してたらダメです。脱臼と五十肩はちょっとまた違う。違うね。なんで脱臼したの？なんかやられたの？余計なことやったの？ワンちゃんが逃げて、うん、走ってて雨の日、うん、追いかけて走ってワンちゃんがこうキューって回るじゃないですか。僕も回ったらコンってこてったりしたらパキンって倒れたわけ。うん、倒れたのもわからないぐらいストンっていった。すっころんだってやつね。それで打った。打ったら外れてて、で自分で壁に打って2つは入れて、やだ、もう1個だけ鎖骨だけは入らないから病院行ったんですけど、この病院の先生ちょっと脱臼してませんって言うんですよ。ええってなって、まあいいや帰りますって言って帰りました。そのままなんですか？じゃあそのあそれは言えてないよ。ゲストはもう一個は鎖骨は入れてない。は入れてください。早めに。だけど翌日にも手術があったもんだから。あ大変先生。最近なんですか？いやいや、もうちゃんと8年ぐらい前。そんな昔の話。そのものにしてるわけ。うん、なんで専門医ってやった方がいいのに。正規ができない。まあ入れて止めるだけだから楽だと思うんですけど。あ、そう。だけどもう普通療法していいかもしれない。鎖骨外れてて大丈夫なんですか？うん、いろいろありますよ、取れない。ちょっと大丈夫ですもんね。はい。まあ、しかしそういうなんか活用が幅広い、まあ、ダンスというかね、まあ、一般的なね、最近流行ってる K-POP のダンスとか、まあ、いろんな若い人がやるダンスとかね、はい、あるけど流行りのなんていうのダンス、うん、というのとはちょっと違う。まあそれの基礎にもなる感じですかね。うん、体の使い方なので、ダンス上手くならない人なんかはこれ基礎練にしてもらえると、うん、一般的なダンススクールとは違うけどね。そうです ね、はい、うん、こういうのをそういうダンススクールの一部に取り入れたらいいかもしれないね。そうなんですよ。そういう動きをしていきたくて、ね、今そのエメリアを作って、うん、ね、はい、今俺あの僕のね、あのお付き合いしてるところも、あの沖縄アクターズスクールってあるけど、うん、今のあの、ね、子供たち小中学生を集めて新しいアクターズスクールを作ってるけど、はいはい、ね、そのところでトレーニング入れたのかね、はい、ぜひぜひ、はい、ぜひお願いいたします。はい、はい、まあ、いろいろお付き合いがあるんで、はい、うん、ぜひよろしくお願いいたします。はい、ということでね、ご紹介お願いします。お願いいたします。僕からもありがとうございます先生。はい、まあ、それは池田さんのところにあの、音楽関係で、ね、紫のジュニアがいたけど、はい、今もいますよ、ね、やってるんですか？はい、やってますよ、ね、はい、うん、わかります？紫っていうバンド。すいません、存じ上げておりません。沖縄の伝説のロックバンドっていうの、はい、紫っていうバンド、はい、ね、ドラムをやってるっていうから、はい、うん、あ、息子がね、うん、はい、まあ、そういう、もう沖縄の伝説のロックバンド紫っていうのがあるんですよ、はい、いわゆる1960、70年代かな、うん、沖縄で一番活躍して、日本の本土でも有名名前を取ってるんだけど、うん、もうずっとあのね、今またあの活動する、まあ、いろいろもう別々にこの各々の活動してるんですけど、そのジュニアの世代が、はいはい、あのお店でやってるんですよね。セブンセブンっていうね、小沢のやるライブハウス、ライブ、うん、ジュニア連中がやって、たまに年に何回かまたその昔の紫が演奏してますよ。なんか最近の、ね、CD 出したとか言ってました、ね、あ、出してましたね。ね、確かその、はい、何十年ぶりに CD 出したということなんですけどね、うん。まあそんなことをあの息子さんにはだから、だあのドラム、ね、あれ彼はドラムじゃなくて弟がドラムか。はい、弟がドラムですよ。レオンが。はい、うん、そういう。あ、レオン？レオン。うちの息子はリオンです。紫っていうそのバンドの息子たちの団体のバンドのドラマはレオンです。レオン、とっても上手ですよ。あ、そうですか。そういうのも、ね、紹介しちゃったりする息子、うん、ね、レオンは今どんななんですかね。マキシマムホルモンズっていうバンドのドラムだった。あ、聞いたことあります。聞いたことありますよね、はい、マキシマムホルモンズは聞いたことあります、うん、あります。多分知ってると思うんですけど、ただまあ行ったり来たりですもんね。あ、有名な方なんですね。あ、ドラムやる方、はいはい、そうね、レオンですよ、はあ、だけど今はあんまり活動してないみたいですもんね。 あ、そうなんですよ、ね、うん、だけどチビのお店も今新しく中央パークアベニューに出してますし、ね、そうそう、紹介しますよ、はい、ぜひ。チビの沖縄の紫のボーカルだった息子さんっていうのが今、はい、那覇の方の
あれは何？カラオケハウス？カラオケハウスじゃない、ライブハウスでしょ。いやいや、カラオケハウスでした。あ、そうなの？うん、あの、アップルビルですよ。アップルビル？どこなの？僕らがモアイしてたオレンジビルがあったじゃないですか。あ、オレンジビルの隣のアップルビル？隣がアップルビル。中のこと言ってんの？そうそうそう、あっちの3階で、うん、早瀬はカラオケハウスやってるはずです。あ、そうですか。うん、そうしてなかったよ。アパッチからはもうやめて。あ、そうね。うん、アパッチのライブハウスやめて、あっちで自分でカラオケやってるの？やってる。そうしてなかったね。うん、あ、そうね。まあ、いろいろあの音楽関係もたくさんいますんで、知り合いが。私も昔あのバンドやってましたんで。ね、さっき。そうそうそう。あのお伺いして。僕は何やったかわかる？あの パートは何だかわかりますか？ボーカルじゃないんですか？じゃないんですかと言って。じゃないって言ってるんですか？ボーカルだと思ってたんですか？あ、ぴったりです。じゃないんですかっていう意味が二つや、じゃないっていう意味とね。いやいや、ボーカルだと思ってました。あ、ぴったりです、ね。なぜボーカルやるかわかります？一番目立つからとか。これが一つ。あとはモテる。ああ、二つ。あとはあと、歌が好き。ああ、もう一個ある。もう一個？何でしょう？金がかからない。そうですね、楽器じゃないから。そう、うんうん、楽器やるとね、僕も最初やっぱりドラムやったり、中学校の時ドラムをね、買ってもらってやったり、ギターをちょっと習い始めたりしたんだけど、やっぱりね、こうやってあの大学の時に本格的にやろうと思ったら、みんな上手いわけさ。うん。うん、だから楽器ではまあ叶わないと。叶うのは歌しかないと、うん、容姿もいいしねって。ああ、そうね。確かに。まあそれは別にして、でも歌が一番金はかかんない、ね、目立つモテる、ね、うん、で収入が一番いいと。バンドやる時も一番いいんですよ。あ、そうなんです。もちろん。あ、そうなんです。すごい、ね。いや、まあ、だいたい僕らがバンドリーダーみたいになるんで、僕の場合ね、うん、そこで分配しますんで、うん、一番ね、はい。というようなことでね、そうそう、また時間が来たようですけど、はい、今日ね。先月今月とね、はい、ゲストに、ね、ピラダンスのエリニさん、はい、ね、そして、獣医の池田先生、はい、ね、はい、ね、生きていただいて楽しくお話しさせていただきました。ありがとうございます。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。音楽の方を言ってくれてね、入りますね、入ります。はい、じゃあこれで今日お別れしましょうか。はい、はい、ということで映ってる？はい、映ってます。映ってますよ。映ってる、今日も映ってたんですね。じゃあお別れしましょう。あ、無防備でした。はい、ありがとうございます。このままちょっと写真